さん、こんにちは。こんにちは。今回は、あんちゃんにも参加してもらって動画を撮っていきますが、CC ウォーターゴールドと CC ウォーターゴールドプレミアム、こちらの企画をやっていこうと思います。やっていこう。動画内で CC ウォーターゴールドプレミアムと言っていますが、正しくはプレミアですのでご注意ください。申し訳ございません。CC ウォーターゴールド、こちらは2100円。おでもまあまあ高いよね、2100円。どう思います？でもなんかこれは使ったことあるから、ああそんぐらいかって思った。まあプレミアムってつくんだけど、黒い方もまあ見るからに高級感があるかなって思うけど、こっちの値段は4980円と。買えないってかあるけどね。俺あるのは知ってたけど、なかなか買えなかった。買うならね、勇気いった。買ったんだよ自分で。そうだよね。何買ってんだよ。何買ってんだよ。だってさ、気になるじゃん。CC ウォーターゴールド大好きだからさ。だからこれがの良さを知ってるから、その上って気になるよね。で、しかも、コメントで言われたんだよ。なんて？プレミアム使ったら、もう CC ウォーターゴールド戻れないですよって。あ、そうなの？で、値段見て、しばらく買わなかった。なんでこういうこと言ったかっていうと、いや、同じように、値段を見て買えない人が多いと思う。そうだね。ということで今回こちらの動画がね、比較して参考になれば、本当に、まあ買う買わないは別として、いいな、今までの CC ウォーターゴールドいいなと思う人もいれば、これ見てプレミアムいいなと思う人もいるかもしれない。まあそういう動画になればなと思います。今回施工の比較の方法なんですけど、まあこの見て、目の前のテストパネル、今回からちょっと導入してみました。このテストパネルを、今もうマスキングテープで半々にしてあるんだけど、これ左右に分けて、左側を CC ウォーターゴールド、で右側をプレミアム施工をして、見ていきたいところは、CC ウォーターゴールドのいいところっつったら、こちらですね。簡単施工が、ムラになんない、今まで使った感想としてね、ホームページでの特徴を言うと、やっぱテクニック不要、誰でも極艶仕上げということで、ホームページでも言ってる通り施工が簡単ですよと、ではっきりできる艶の濃さがありますよ、で汚れもね流れ落ちるような撥水性能がありますよ、っていうのが売りとしてるみたいだね。でじゃあ対する CC ウォーターゴールドプレミアム、プレミアムになって何が変わったかというと、シリーズ特有の使い勝手の良さ、それはそのままらしいんだ。濡れても乾いても使えるんだね。手軽に使い勝手よく使えるよっていうこと書いてあって、でゴールドをね超えるね艶、まさにプレミアムな艶があると、そういうことをホームページ言ってるわけですよ。撥水性能もプレミアムは優れてると。ね、深くなるのかもね艶が。3つ目が耐久レジンを新しく配合、耐久レジン結構ねいいコーティング剤にはね、結構レジンっていうのが入ってるんだ。高いコーティング剤には。だから高いんだろうなとは思うんだけど、そのレジンを配合することによって、撥水性と、耐久性、持続性というのかな、が向上、大幅に向上していると。見るところとしては、施工性、ムラができないとか、使いやすいのかどうかがまず1点と、あと、ツヤと撥水が、向上してるっていうことだから、見比べてみて、買い出す価値があるのかこれは。そう、めっちゃ一番みんな気にするのはそこだと思うね。ツヤと撥水、どんだけね、倍以上のツヤの深さになるのかとか、撥水性とか値段の倍だからね。であと、耐久レジンで耐久性が大幅に向上してるっていうことだから、そこの見方としては、両方施工してシャンプーで洗ってどのぐらい落ちちゃう、落ち具合のさ、ゴールドより長く持ちは耐久性が上がってるということで、そこも見ていこうかなと。だからその3つ、使い勝手、ツヤ、撥水、耐久、その3つを比べていこうと思います。違うですね、そんな感じでやっていきましょう、この腕にかかっているとそういうことですね。よっしゃ、じゃあみんなでトライ Last try。 じゃあ CC ウォーターゴールドから施工していきますが、洗車後の濡れたままやるっていうことで、テストパネルを濡らしていきます。
まあ、今の水はこんな感じ、弾きは、うん、コーティングとかも何も乗っかってないから、この状態で左側に CC ウォーターゴールド。じゃあまず濡れた状態やっていきたいと思います。シュッ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 。なんかこれの本当いいところはムラにならない、なんか揮発する感じだね、溶剤が、うん、アルコールやってるまではいかないかもしれないけど。あ、そうだね、アルコールの、うん、なんか乾いてくれる感じ塗ってるっていう感覚があんまりないよね、うん、確かに確かに。それが本当にいいところだと思う。この使い勝手の良さっていうことだと思う。うんうんうん、もうこれでおしまい。いつもの感じ。見た目どうですか？あ、小傷もね、うん、ある程度隠れるかもね。あ、確かに。なんかこっちは結構ちょっと小傷があるんだけど、こっちはなんか消えたなっていう感じなのと、うん、まあ、なんかここの凹凸があるところがだいぶなんか違いがわかるかな。パリッとするよね。うんうん、そうだね。エッジの部分が。うん、そうだね、ツヤがあるっていうのがここですごく、うん、そこが一番わかるねって思うけど、ここが一番すごい見た目でわかるかな、うん、ツルってしてて、うん、まあ、洗車すごいしてますっていう感じが出てる。そうだね、ツヤがあるね。ツヤが出たなっていう感じが。触ってみた感じは、触った感じはビフォーの方はあんまり変わんないかな。そうなんだ。見た目はそうだとして、うん、じゃあ次撥水。あ、撥水ね。ちょっとかけてみてください。やりますよ。あの、やってない方からやってみようか。なんかですね、うん、そんな感じね。うん、やった方は、あ、全然違うじゃん。あ、水滴落ちるのが早いやん。てか弾くじゃん。うん、弾くね。まっみたいな、バウンドしてるよね。まってビフォーやってみて。あ、全然違うよ。全然違うね。奥さん、うわ、違う。すごくない？撥水してるね。本当だ、撥水してる。これが CC ウォーターゴールドですよ、うん、素晴らしいです、CC ウォーターゴールド、うん、大好きなんですよ、僕は私も大好きなんですよ。ああ、ね、はい、そこでプレミアムがどう変わるかですよね、はいはい、次、プレミアムの施工に入りますか。じゃあ、このはい、プレミアム、超高級プレミアムを、超高級、いや、まあ間違いじゃないよ、ご利用したいと思います。はい、お願いします、はい、いや、振った方がいいってここに書いてあったから、よく振ってから使用してください、はい、お願いします。あ、なんかさ、あれ、なんかノズルの、うん、違うね。どうですか、もうさ、すごくない、ムラが、うん、にじっちゃってない。あ、本当だ、これがムラって言うんだね、うん、CC ウォーターゴールドとは違うね。ああ、そうだね、なんか塗ったタオルの跡がすごい出てますね。で、乾いたやつで多分拭いたら消えると思う。うん、じゃあちょっとこの緑のが乾いてるやつなので塗って乾していくけれども、いや、もう見てわかるよ、俺は。何がわかるの？ツヤツヤになってる、すごい。あ、そういうことだね、うん、わかる。なんかね、見た感じも圧倒的なツヤ感が出てるけど、ちょっと CC ウォーターゴールドと比べてみる、比べましょうか。さあ、うわ、あ、全然違う。違うね、やっぱプレミアムの方が黒い、黒の深みが。そうだね、全然違うわ。全然違う。なんか1枚フィルム貼ったんじゃねえかっていうぐらいの濃さが。そうだね、こんなに違うんだ。違うね、種類の違う黒になったね。ツヤが違うでしょ。すごいね、すごい。これがプレミアムみたいですね。でもちょっと今見た感じは施工性は悪いね、うん、これが本当の車だとしたら2回やるんだと思ったら、ちょっとズボラな私はちょっと嫌になっちゃうかもしれない。撥水見てみますか、撥水。あ、そうだね、ゴールドから、ゴールドから、うん、さすがですね、いいですね、いいですね、いいですね。こっち、お、もっとすごいじゃん。早い、水滴の速さがこう比べてみると全然違うじゃん、水の水滴の小ささが全然違うね。すごいよこれ、こんな違うんだ。うーん、あー、これ洗車好きな人はプレミアムかもな、うん、てか見て見て、水の残りがないから。本当だ、乾いた状態でやるとまたお互いにすごいと思うから。お互いにね、シシウォーターゴールド、まあ、これがまた乾いた状態でやるといいんですよ、うん、全然違うっていうか、ね、
どうですか、乾いた状態でやってみて。ムラになりますか？ちょっとムラになってるかな。あー、そう、うん、プレミアムも乾いた状態でやってみようか。あー、なんかやっぱムラにはなるけど、なんだっけ、もう一回。あ、でもやっぱりさすが2回目だからやっぱりするって感じ。あ、手触りが違う。うん、違う違う。ちょっとじゃあさ、手触り見てみよう。モンターコールだから。あ、どう？うん、プルンって感じ。こっちプレミアム、うん、あ、どうなの？違うの？あ、全然違う。スルスルって感じ。プレミアムのが、うん、上ですね。そうだね。艶は？艶やっぱプレミアムのが全然あんな。もう見て、見た感じが違う。なんかヌルヌルしてる、右のが。じゃあ撥水。撥水。どうでしょう？まあね、うん、ウォーターさんは、ね、まあ、プレミアム見ちゃったから驚かないね、別に、うん、シシウォーターゴールド見ても。いくよ、うん、あ、弾けてんもんね、うん、いくよ。なんかね、か乾いた状態でやった方が弾いてるのが多い気がするの。濡れた状態でやっても全然すごかったから、驚くほどの変化はないかもね。はい、じゃあそれじゃあ次の検証で耐久性カーシャンプー、これで洗って見てみたいと思います。1回目、あ、ちょっと弾きシシオタゴールド悪くなったな。うん、プレミアムも結構悪くなった。あら意外、両方とも悪くなりました、1回で、うんうん、2回目いきます。ゴールドあんま変わんないかな、1回目とプレミアム。あんま変わんないな。違いわかんない。違いわかんないね。2周だよ。私には違いが分かりません。いや、僕も分かんないです。耐久性のもう上がったって書いてあったからね。じゃあ3回目いきます。これで終わりにするわ、3回目で。はい、じゃあゴールドから。まあ撥水はしてんだよ。何もコーティング効いてない状態とは違う動き。プレミアム、耐久性に関しては一緒だな、シャンプーでやった結果はね。はい、じゃあ今3つ検証やりました。じゃあ施工性に関してはどっちでしたか？施工性はこっち、シシオタゴールド、うん、そうですね、俺もちょっとそう思うな、うん、やっぱゴールドは拭き取りにムラがやっぱできたよね。そう、1回目ムラできて2回拭かないといけないんだって思ったら、うん、ちょっと面倒くさいかなって感じがした。こう継続的に自分ができるかなと思ったらこっちの方ができそう、楽だよね、うん、じゃあ次、1つ目はまあゴールドの方がやっぱ良かったですよっていうことで、うん、はいはい、撥水とツヤ、それに関してはゴールド、うん、ゴールドプレミアム、どちらでしょう？撥水とツヤはですね、やっぱりこっちでした。そうですね、ダン、ね、トツだね。ダン トツ、それはすごい違ったかな。なんかね、同じメーカーでこんなに違うんだっていうのに感動した。今ゴールド分配上がってるけど、うん、洗車好きだったら、うん、あ、そう、うん、多分あの仕上がり見ちゃうと、うん、プレミアムの方欲しいなって思う。上級者って感じ、なんか。まあそうだね、洗車上級者って感じだった。そうだ、そうそうそう、万人受けではない。そうそうそう。じゃあ最後の書いてあった、うん、耐久レジンによる耐久レジン、ね、耐久性、はい、はい、耐久性、耐久性はですね、こちらは変わらない。一緒です。ちょっとまあ検証の仕方が、うん、シャンプーで洗うしかちょっとやってないんだけど、うん、そう、メーカーさんそれが違いがあったら本当にごめんなさい。でも私たちの
家庭でやってみた感じでは一緒な感じになっちゃいました。すいません。ただ雨ざらしの耐久性とか、うん、それ単純な、ね、検証だったらまた違った結果かもしれないし、今回の、ね、うん、シャンプーで洗いますよっていう検証では変わりませんでした。変わらなかった。総合評価。拭き取りがムラができちゃう。うん、だけど、うん、艶はもう見て取れるぐらい、うん、もう見た目でもう全然違うぐらい艶がプレミアムのがあったし、あった、撥水も全然別物のすごい撥水力でした。本当。だからまあそこに倍以上の値段の価値はあるのかなと思いました。そこに魅力を感じる人は、プレミアムをおすすめするね。やっぱり差はあったね。差はあった、うん、皆さんはどっちを使いたいって思ったか、またコメントで教えてください。あ、そうだね。ここまで動画のご視聴ありがとうございました。巨大企画でした。